はい、皆さんこんにちは。今回はですね、アディダスのバスケットボールシューズプロモデル 2G という靴をですね、レビューしていきたいと思います。この靴のオリジナルは2000年に当初発売されていて、かなりですね、当時人気があった靴でした。かつてのですね、レブロン・ジェームスが高校時代にもこの靴を履いていたという画像を目撃しています。まあ、まずですね、デザインなんですけれども、なんて言いますか、トラディショナルな古いデザインも盛り込みながら近未来的なデザインも落とし込まれている、そういった印象を受けました。当時はですね、1997年にナイキからエアフォームポジットという靴が発売されて、その靴がかなり近未来的な靴ということで話題沸騰となりました。そしてアディダスからはクレイジーワンというコービー・ブライアントのモデルが発売され、その後に2000年このプロモデルが発売となっています。全体的にこう四角いフォルムだったりだとか、この辺のリアの部分ですね、近未来感をですね、意識されて作られたようなイメージがあるんじゃないでしょうか。まあ、その近未来感の中にもですね、この先端の部分はアディダスのスーパースターに用いられているような2のデザインとなっています。この靴の一番いいところ、コストパフォーマンスが非常にいいと思います。定価が100ドルなんですけれども、さらに100ドルからですね、値引き価格で今アメリカでは購入することができます。非常にオーソドックスな今回色を選んだんですけれども、他にもですね、派手な色、青、赤、金色、そういった色も発売されているので、インターネットで見てもらえるといいと思います。まず持った感触は非常に軽いという印象があります。各所の説明をしていきたいと思います。まずアッパーなんですけれども、パテントレザーといって革製品をエナメルで加工したものと認識していただければいいと思います。まあ、パテントレザーはですね、押すと非常に柔らかくて、そこまでですね、硬い印象はないので、履いてみてですね、この素材感がどこまでストレスになるか、試してみたいと思います。ここにプロモデルという文字が入っていますね。リアの部分はですね、ここがすごく特徴的だと思いましたね。アキレス腱にちょうど当たる部分の素材が伸縮性があって柔らかい素材になっています。で、ライニングはですね、少し厚みがあって、触った感じとしては非常にふかふかな感覚があります。シューターの部分の素材もパテントレザーで、ちょっと読みづらいんですけれども、ここにはドイツ語でですね、アディダスのことを象徴する文字が入っています。で、クッションはですね、 DOA の一種ナンバーワンとですね、同様のバウンスが入っているということで、まあ、どれぐらいですね、履き心地が似ているのか、これも確かめてみたいと思います。トラクションはですね、ヘリンボーンパターンが採用されています。先端の部分だけですね、このようにこう線状の切り込みが入っているような構造になっています。ここはですね、トーションと書いてあって、まあ、いわゆるシャンクプレートの役割をするねじれ防止のですね、構造になっていると。後方もですね、ヘリンボーンパターンと線状のパターンの構造となっています。まあ、20年越しにこのモデルが、まあ、復刻となったわけなんですけれども、デザインがすごくいいと思います。20年の時を経ってもですね、焦ることない斬新なデザインと、シンプルでトラディショナルな要素も含まれているので、外靴として履いてもかっこいいと思いますし、バスケットボールシューズとして履いても映える靴なんではないでしょうか。今日ですね、ぜひ確かめてみたいと思います。大体今1時間ぐらい履いた後なんですけれども、まあ、こんな感じでですね、すでにもうパテントレザーの部分の履きじわっていうのは非常に効きます。ここの部分ですね、ここの部分の構造が広くてですね、靴紐を最大限ギュッと縛ってるんですけれども、かなり余るイメージですね。ここが余るんで緩いですね。かかとが浮きます。先端の部分だったりサイドの部分はいい感じですね。あとトラクションも悪くないですね。クッションはヒールの部分で割と厚みを感じます。先端のクッションはほとんど感じないですね。もうちょっと履いてみたいと思います。
た感想を言っていきたいと思います。はい、まず今日ですね、3時間ほどの練習後なんですけれども、まあ、特にこのアッパーのですね、内側の部分ですね、まあ、こういった履きじわがつきました。僕はこういったエナメルの経年変化が非常に好きなので、もっともっとこうやってですね、まあ、味が出たらかっこいいんじゃないかなと思っています。この靴はですね、まずフィット感に問題があると感じられました。フォアの部分のフィット感は非常に良かったんですけれども、リアの部分のフィット感は履き口の構造が非常に広い構造をしていたので、かなりですね足首周りで足が遊んでしまってかかとが浮いてしまったという感覚がありました。かつてですねレブロン・ジェームスは高校時代にこの靴を履いていた時の写真があるんですけれども、まあ、かなり厚手のソックスでですね足首周りをスペースを埋めているような写真を目撃しています。この足首周りの構造というのは広いと思います。で、非常に良かったのはですね、トラクションに関してはですね、今日のフロアコートはいいコンディションではなかったんですけれども、ビタッとしっかりよく止まってくれてですね、まあ、非常に良かったと思います。クッションですね、バウンスのクッションなんですけれども、構造としてですね後方から先端にかけて徐々に厚みが薄くなっていっているような構造と感じました。ヒール部分、リアの部分はしっかりとクッションを感じられて、リバウンドを取った時、切り返した時などに足元をサポートしてくれる感覚がありました。フォアフットを使った時ですね、特にシュートを打った時だとか先端で蹴り出した時、その時のクッションはほとんど感じられなかったので、その点に関しては少し不十分に感じられました。ただ一つクッションでですね、このバウンスなんですけれども、最初に履いた時は非常に硬いと感じていたんですけれども、だいたい1時間ぐらい経ってきた時にですね、熱の温度によってなのか徐々に柔らかくなってきたように感じられました。個人的にはですね、硬いクッションよりかは柔らかいクッションが好みなので、そういった変化はですね嬉しい変化だったと思います。まあ、この靴で何点か不十分な点というのは感じられたんですけれども、この靴のデザイン、値段、パフォーマンス、トータルでですね考えると、気になっている方はですねこの靴を購入してもいいんではないかなと思います。これからもですね靴のレビューを続けていきたいと思います。今回もですねご視聴ありがとうございました。